そうね、表面焼いたらね、うん、どんどん焼けてきたね。上がってきた、上がってきた。いや、海賊だ。海賊船や。海賊料理だ。すごい。焼肉のタレもあるよ。はい、こんにちは。今日はバーベキューをするんですけど、コストコで新商品ビーフ骨付きリブロースステーキを買いましたので、今日はそのご紹介をしたいと思います。じゃーん、すごいでしょう。 100g あたり478円。こちらで1キロちょっとありますので約5000円です。バーベキューするにはちょっと厚みがありすぎるんじゃないかなと思うんですけど、もう衝動買いで買ってしまいました。じゃーん、こんなに熱いんですよ。ちょっと厚さピント合ってますかね。お、肉汁が立ってきてますね。これをバーベキューで焼こうと思うんですけど、うまく焼けるでしょうか。あー、すごいですね。ね、厚さはそうですね、約5センチぐらいありますね。なんとすごい。じゃーん、どうですか。おお、わあ、すごいね。おお、そこはうち、うん、これが秘密兵器。おー、すごいすごいすごい。すごい。さ、そろそろいいかな。さ、焼きますよ。せーので。じゃーん。おー、すごい音やね。これはどんだけ時間かかるかね。すごいね。1時間ぐらいかかるんじゃない。1時間もかかるかな。すごい。わー、火が上がってきた。すごい、すごい。ちょっと火強いね、これ。あー、あー、あー。でもこれ絶対火強いよね。油が垂れるし余計に。うん、ね、中までじっくり焼かないよね。ホイルで包んで焼く。そうね、表面焼いたらね、どんどん焼けてきたね。油が燃えてるんだね。
もうすごい火上がってる。上がってきた、上がってきた。いや、海賊だ。海賊船や。海賊料理だ。ほんと、高級料理。わぁ、まだ怖い。あ、欲しいよ。海賊船や。すごいや。あとで塩コショウとか。すごい。その方が穴をいいかも。すごい。キリキリのタレもあるよ。何で味付ければいいかね。塩コショウの方が穴をいいだし。もう裏返してもいいかね。あ、いいと思う。あ、すごい。げ、真っ黒げ。ちょっと待って。まあ表面だけで。表面だけだと思う。でも中には通ってると思うんだよ。でも中通らないかんしね。うん、わあ。ね。なんかこうならんように気をつけないよね。さあ、お肉を追加して、あと2つのお肉を、わあ、大丈夫かな、この骨付き。すごいね。はい、こっちもできたよ。おお、もう一回。濃くなるよ。これか。こっちの方が安心できるね。